はい、こんにちは。 I don't like Mondays ドラムの周期です。今日は僕らがスノーマンに楽曲提供したラブトリガーという曲の解説していきたいと思います。そもそもなんでこの楽曲提供の流れになったかっていうと、近しいスタッフさんから今度岩本くん主演のドラマの主題歌をやるんだけど、コンペをやるにあたって僕らも参加しないかと言われて、岩本くんは前から僕らのことを聞いてくれてるのは知っていて、でライブも見に来てくれたりしてたので、ぜひということでそのコンペに参加することが決まりました。でもう早速ドラマの脚本を見たりして、どういう楽曲の方向がいいかなっていうのをメンバーで話し合って、実は2曲作ってても、出したんですね。で採用されたのがこのラブトリガーという楽曲の方だったんですけど、もう1曲はもう少しみんなで歌って、サビのメロディーももうちょっと多い感じだったのかな。でも割と似たようなこうアップテンポなダンサブルな曲を作りました。はい、じゃあ早速もう1個ずつの楽器の音だったりを見ていきたいと思います。まずシンセからいきたいんですけど、この曲のサウンドの方向性をどうしようかって最初に話した時に、割とハウスっぽい要素を取り入れようっていうことで、特にドラムとかベースなんかは割とハウスっぽい音色をいっぱい入れてたりします。まずシンセから見ていきたいと思います。まずもうドアタマですね。 You are my love trigger 危険なフレーバー But I want you yeah。はい、ここドアタマの頭サビですね。実はこの頭をサビにするかどうかっていうのも、ドラマで使われるのは決まってたので迷ってたんですけど、やっぱりインパクトが強いっていうことで頭サビからにしました。でここに入ってるシンセを一個ずつ見ていくとっていうシンセブラスが一つと、この二つが鳴ってますね。ここが頭サビの部分ですね。このイントロのシンセ以外の、FX って呼ばれる効果音的なもので言うと、こうやって徐々に音が大きくなってる。でこれ声を加工したものと、シンセみたいなものも一緒に重ねて出してますね。ここはシンセだけですね。なんでこの頭サビセクションをシンセ全体だけで聞くと、みたいな感じです。はい、シンセはそんな感じですね。はい、でここシンセだけだとちょっと物足りなかったので、声を加工したものをいっぱい入れてます。例えば A メロなんかは、暗い感じ出したかったけど暗すぎないように、この声のキラッとした上の部分だけちょっと出すとか、そういう使い方をしてますね。サビいきます。サビいくと、この辺もやっぱりないとちょっと地味なので、ミュートしてなしで聞いてみると、別に曲としては成立するんですけど、やっぱり派手さが欲しいので、こういう感じ。でも歌はちゃんと邪魔しないようなものを選んで使ってます。はい、じゃあ次にボーカルとかメロディーラインちょっと解説していきたいと思うんですけど、僕らがデモ作ってそれが採用していただいたって聞いてから、実際あのスノーマンのメンバーさんたちと僕らはお会いはしてないんですけど、データでこうレコーディングしたものを送られてきた時に、聞いて正直すごい驚いたんですよ。というのは本当にボーカルの優が歌ったニュアンスをすごい汲み取ってくれてたのと、そもそもこの曲歌うのがめっちゃ難しいんですよ。リズム的に特に、音程的には難しいんですけど、でそれをあそこまで上手に歌い上げてくれたのがすごいびっくりしました。ちょっとその辺のポイント解説していくと、例えばなんですけど、ドアタマ流しますね。 You are my
my love trigger。 もうこの時点で一個難しいのがあって、リズム的に16分音符の4つ目を歌ってるんですけど、例えばなんですけど、だから You are my love がなんですけど、これがこの1,2,3,4 のこの2,3,4 頭で打つのはもちろん簡単だし、1,2,3,4,1,2 っていうこので、今この打った2つって8分音符しか使ってないんですけど、16分音符を使うと1,2,3,4 とか、これ16分音符2つ目で1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 でも明らかにこう合わせるのが難しい。だからタタ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 4,1,2,3,4,1,2,3,4 みたいな、と1小節に16個で区切った中のこの一個一個をちゃんと把握して汲み取らないといけないリズムが、実はこの頭サビにもすでに入ってて、どこかっていうと、この You are my love trigger の trigger の中が16分の4つ目なんですね。 1,2,3,4,2,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 1,2,
my love trigger。 ここですね。ててて違うっていう。いやー本当にありがとうございます。でこの歌を一個ずつ見ていくと、 You are my love trigger。 ヤンオト君ですね、ドアタマで、ここに実はテイクを何個か重ねて、 You are my love trigger。 3本かな、ここは。で出してます。そうなると声の質感がちょっと変わるので、でここにこの山本くんの声を機械で加工したやつとか、ハモリですね。同じラインだけど高いのと低いので入ってて、ここ歌だけで出すとっていう感じになってます。で一個ポイントとしては、ここの入る直前に吐息の音を入れて、これがないとって感じなんですけど、まあ、ちょっと行くぞって感じ出すためにこの吐息の音を入れてます。歌だけで聞くと、って感じです。はい、A メロ行ってみると、このホーラーのラーがわざとこう音程がはっきりしないような感じにしてたのを向井くんが完璧にニュアンス拾ってくれてますね。気がつけばホーラーってこう当てずに、わざとこう音程をうやってするニュアンスとか、すごいかっこいいなと思いますね。でこの曲やっぱ箇所箇所にこういう、これも向井くんの声を加工したやつとかを入れてたりしますね。ここの阿部くんの聞いたじゃなくて聞いた、これもなんかニュアンスやっぱかっこいいですね。はい、で岩本くんのラップ、ここもかっこいいですね。実は今思い出したんですけど、曲作ってる時にここをラップにするか、メロディーを普通に歌う曲にするかすごい悩んだんですけど、やっぱりラップにした方がこの前後のメロディーが際立ったりしたので、ラップセクションにしました。でここも声がいろいろ入っていて、まあ普通にメインのボーカルだけだったら、まあこれだけでももちろん十分かっこいいんですけど、ここに、まあこれもヒップホップのよくあるこう部分的に声を重ねてちょっと一瞬メリハリつけるって感じですね。 Yeah, don't be shy, ありのまま follow me なんて言えるわけないのに、
ていうやつが入ってたりとか、あとここやっぱちょっとかっこいい悪い感じ出したくて、ありのままポーズもいいなんて言えるわけないのに、こう単体だと結構えぐい声なんですけど、これをこれもまた山本くんの声加工して入れてたり、あとはありのままフォローミーなんて、これは山本くん自身の低い声ですね。やっぱこういう低い成分がないと、まあ割と綺麗な感じですけど、やっぱこういう低い声が入ることによって、こうかっこいい感じになるっていう感じです。サビいってみます。はい、サビもこれは皆さんで歌ってますね。でここコーラス見ていくと、高いやつだったり、同じで同じラインで低いやつだったり、シュメロのオクターブ上ってすごい高いやつも、これもね歌ってくれると思わなかったので、歌ってくれたのでびっくりしましたね。っていうのをボーカルだけで聞いてみると、っていう感じですね。で、あと後半はこういうハモリが入ってたり、って感じですね。2A は割とトラックシンプルなので、あんまり加工した声とかも入れてないんですけど、この佐久間くんの後の 2A ダッシュのラップに行く前の、はい、この深澤くんの声とかも実はオクターブ下とか機械で加工した音で悪い感じにしてますね。で、まあ構成で言うと1番とラップは変わんないですね。ただラウール君になってるって感じです。はい。で言い忘れてたんですけど、割とサビの前の Let's get it now っていうセリフのところは、まあびっくりさせるためにここだけリバーブっていう空間響きを切ったりして、 Can you give me one more night? Let's get it now。こう割と近い感じで急に来るような、そういうメリハリもつけてます。はい、まあ声で言うとそんな感じですかね。じゃあ一個ずつ音重ねてってサビができるまでを聞いてみたいと思います。まずキックから、キック1個目、2個目、3個目で、スネア1つ目、2つ目で、次クラップで、ハイハットで、パーカッション FX ですね。で、シェーカー、違うループはい、ベースいきます。ベース1本目、2本目、3本目で、生のベースで、生のベース2本目で、シンセベースで、違うシンセベース、次ギターいきますね。カッティング、
でシンセパッド、でシンセパッドもう一本で、シンセブラスで、シンセブラスもう一個で、アタックのあるキーボードで、声の FX で、声の FX もう一個で、声の FX もう一個声の FX もう一個長いやつですね。で、また違う声の FX で、もう一個声の FX で、アクセントになってるリバース逆再生のシンセで、ハモリ、ハモリもう一個で、ハモリさらにもう一個で、ハモリあと2本ありますね。で、機械で加工したやつで、メインとは違うダブルのボーカルで、あとはメインのメロディーが乗ってそれではベースを見ていきたいんですけど、ベーシストのケンジ君来てくれました。はい、よろしくお願いします。お願いします。ベースはこの曲はどんな感じですか、アプローチ的に。この曲はでも全体的にはハウス感みたいなのを、うん、そうだね、結構大事にしつつ、スラップとかはちょっと生で弾いたりしてっていうバランスでやってますね、うん、はい、生とシンセベースの融合みたいな、うん、みたいな感じかな、感じですね、うん、一回ベース全体で出すと、そうね、はい、こんだけ音色が変わるのってあんまないよね、曲で。あんまないし、なんか俺はあんまやったことなかったんだけど、全ての音色がちゃんとフレーズ全体弾いてるってよりかは、結構そのハウスっぽい音色は2、4小節ずつ入れてて、うん、で最初はなんかあのトリディアっていうソフトで作った歪んだ音が入ってます、はい、っていう感じですね。実際生のベース弾いてみると、はい、みたいなって感じですね、うん、みたいなことをやってます。これがないとあるとでやっぱ全然違うね。違うね。で、うん、なんかあの打ち込みで入れてもよかったんですけど、ちょっとだから他のとこで生で弾いてるのとの整合性を取らせるために、はいはいはい、あのそうプルだけはちょっと、うんうんうん、あの生ベースで入れようっていうことでやってます。あとあれだね、一応そのメインのメロディー邪魔しないところに、あそうだね、刺していくみたいな、刺していく。Let's get it now.You are my love trigger 危険なフレーバー But I want you 二人目が合えばみたいなね、一応歌がないとこ狙って入れるみたいな、うん、そうだね、歌の邪魔にならないとこを狙ってるって感じですかね。はい、うん、以上ですね。そんな感じですね。そんな感じですね。ケンジ君後ほど、はい、また登場してもらいますので、はい、一旦ベースはこんな感じです。こんな感じです。はい、じゃあ次にドラムリズムセクションを見ていきたいと思います。まあ冒頭でも話したんですけど、この曲は割とハウスっていうジャンル、まあダンスクラブとかで
よく流れてるジャンルを軸に作りました。なので、まあ、基本キックは四つ打ちっていう四分音符をずっと踏んでるようなリズムになってます。ただ音色は結構この曲変えていて、曲中でドラムセットで言うともう3台4台ないと出せないぐらいないろんな種類の音使ってるので、1個ずつ見ていきたいと思います。じゃあ1番の A メロから聞いてみると、これもいろいろ重なってますね。バスドラムの音はこういうのとか、ここは 2つの音色が加わってたり、あとはこういうリムって言われる音色だったり、パーカッションが入ってたり、こういうパーカッションだったり、まあスネアが入ってたりで、ここをパーカッションのフレーズも入ってて、みたいなのが入ってますね。で、全体で流すと、みたいな感じです。はい、ドラムで言うとそんなとこですね。はい、じゃあ今度はギターを解説していきたいので、ギタリストの長寿くん来てくれました。はい、よろしくお願いします。お願いします。この曲なんかギターのコンセプトとか、あ、なんかあります？アプローチの。そうだね、でももう歌える、なんて言ったらメロディーとは違うラインで、なんかこう支え盛り上げられる、支えられるようなラインにしたいなっていうのは、まあ大体毎回どんな曲でも考えてるんですけど、はいはいはい、うん、サビカッティングで優しくね、はい、コーラスがかかってる。そうだ、音色によってダブラーかけたんだよね、確か。生、あ、やったかもね。生々しさ減らすようにカッティングですね。はいはいはい。的なことを多分、うんうんうん、すごい僕らっぽいよね。そうだねこの感じ、うん、このカッティングパターンと音色となんかっぽいね。わ、うんうん、かるわかる、うん、で前半はそれだけで、後半から、うん、そうなんですよ。これも高さ違いが2つ入ってる。音程は一緒だけど、うん、で2本で弾いてるって。この僕らっぽいね。ぽいよね。すごい俺らっぽい。そうギター上げてみる、ね、うん、そうだね、ちょっとせっかくなら。うんうん、みたいな。そう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 、めちゃくちゃシンプルですね。そうだね。で、うん、そのさっき後で言おうかなって言った A メロは、うんうんうん、A'A' か、はい、このサビに出てくるこの、はい、後半で出てくる歌って、うん、の、はいはいはい、フレーズが結構近いものが実は A' ですでに出てきていて、はい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 、でサビの後半でこうさらに盛り上げるときに出てくるっていう。え、じゃあ最後にみんな入れて演奏してみましょう。はい、やってみますか。やってみましょう。じゃあ2番の A から、はい、いきます。寝ていても覚めてもまた求めてる君の仕草口癖、oh, Can you be my lover? もう分かってるんだろう僕の気持ちを、うん、You're a secret 抜け出せない、yeah. Oh baby tell me what you gonna do? 君と会えたら結局、このもやもやも feel so good、癖になるようなメリカムこの近くすら僕には天国、Baby Now. You are my love trigger. Can't enough flavor, but I want you.
ですか。ということで僕らがスノーマンに楽曲制作したラブトリガーの楽曲解説でした。はい、また聞いてください。ありがとうございました。ありがとう。